どうも、つむつむしみとです。今日はね、完全なネタ動画になります。で、タイトルとサムネにもある通り、今回は、ジャック&サリーを、まあ、さらに最強にしてみたかということで、限界突破してみました。どうしたかっていうと、多分以前ね、エルサ&サラマンダーの、サラマンダーの演出をカットしますって、編集の力でね、カットするっていう動画を出したと思うんですけど、それの、今回はジャックサリー版です。コメントでもね、結構ね、リクエストいただいてたので、もうね、ジャックサリー復活して、もう結構経っちゃったんですけど、頑張ってね、編集しました。これ結構ね、編集大変なんだけど、今回のね、ジャック&サリー、右に出てる動画なんですけど、編集をね、まあ、編集っていうか、演出シーンですね、このツム。サリー使った時の、なんか、さーっていう、消える演出、まあ、あれをカットしたんですけど、でもね、あれね、そのままカットしちゃうと、やっぱりね、なんかちょっと違和感あるんですよ。めちゃくちゃちょっと違和感あったので、今回は、もうただカットするだけじゃなくて、その、さーっていう演出の部分だけ、超倍速ってやり方で、編集しました。なので、まあ、普通にもう、丸々カットするよりかは、まあ、違和感はないかなと思うんですけど、丸々カットするよりも若干ね、プレイ時間ちょっと伸びちゃったかなと思います。で、まあ、それでもね、めちゃくちゃ強かったです。これ、編集カットした場合ね。まあ、って言ってもね、やっぱね、編集でカットしただけなので、全くね、全く関係ないです。もう、このツムの性能とは、全く関係ない、もうもしもの1分効率をちょっとね、今回計算してみたので、それもね、ちょっと発表してみようかなと思います。なんと、このツムですね、演出カットバージョンは、右に出てる動画、稼げたコイン数が17,868枚だったんですけど、なんとね、これがね、4分20秒で終わったんですよ。17,000枚。いや、ほぼ2万枚。まあ、2万枚って言ったらちょっと盛りすぎかな。でもね、めちゃくちゃ稼げてるのに4分20秒で終わって、これ1分効率出すとね、4829枚ということで、これまさかまさかの、もうこの段階で多分ね、右の動画もう1万枚超えてると思うんですけど、めちゃくちゃやばいね。ちょっと待ってね。なんとですね、キャプテンライトやとガストンと同じくらいです。同じくらいの効率になります。C バズが1分効率4970枚。で、ガストが5068枚なので、2人とも5000枚なんだけどね。で、ジャック&サリーに関しても、もしも演出なかった場合はこの2体と同じくらい。まあ、ジャミルバイパーが結構近いかな。ジャミルが、4958枚なので、まあ、それと結構近いかもしれません。で、めちゃくちゃスコアも稼げる、ジャミルとか、めちゃくちゃスコアの稼げる C バズみたいなね。そんな感じの、立ち位置になってたかもしれません。低スキルからめっちゃ稼げちゃうガストンみたいなね。めちゃくちゃやばい、立ち位置になってたかもしれません。だけど、やっぱね、演出カットすると、やっぱデメリットもあるんだよね。演出カットするとね、やっぱ次どこ繋がるかっていうのをちょっと見定めづらいので、まあ、結構ね、動体視力求められちゃうんですよ。なので、まあ、結局スコアにおいてはやっぱ演出長い方がね、有利なのかなと思います。エルサ&サラマンダーの時も同じだね。エルサ&サラマンダーもサラマンダーの演出なかったら多分21億積むではなかったと思うし、まあ、演出ある状態でもね、若干のサリー演出ある状態でもギリギリ21億って感じだったので、まあ、もしもこれ演出、この右の動画の通りにね、演出がほぼなかったらもう21億ね、は取れなかったんじゃないかなと思います。なので、必ずしもね、演出ない方がいいとは言い切れないんですけど、まあ、コイン稼ぎにおいてはね、演出ない方が効率めっちゃ伸びますっていう感じです。あ、ちなみに演出がある、まあ、今の現状のね、ジャック&サリーの効率が3911枚です。なんで、まあ、約1000枚伸びてますね。演出を消したことによって約1000枚。1分効率1000枚分伸びてます。めちゃくちゃ伸びます。やっぱ演出って大事なんだね。何回も消す分結構時間がね、ね、時間食うんだなっていうことが分かりました。ということで、今回は、完全なるネタ動画でした。ジャック&サリーの演出を、消してみた。決して、最強のね、効率、最強のツム作ってみたっていう動画でした。この動画良かったなと思ったらね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。こんな ネタ動画だったんですけど、ここまで見てくださった方、本当にありがとうございます。それでは皆さん、バイバーイ。本日もご視聴、本当にありがとうございます。この動画が良かったなと思ったらね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また僕のメンバーシップ、インスタグラム、ツイッターなども、概要欄にリンク載せておきますので、ぜひフォローお願いします。メンバーシップではね、限定公開の動画や限定配信などが見ることができます。また僕の手書きのね、絵文字なんかも使えるようになります。インスタグラムでは、コツ解説や新ツム情報、最強ランキングとかをわかりやすくまとめているので、ぜひフォローお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。